はい、こんにちは、ジャンゴです。なんだろう、やっぱりね、戦いドリームチームの動画撮ろ、ね、ガチャ動画撮ろうとするとね、ガチャを回した瞬間に録画が止まるんだよな。今なんか止まったのにね、気づいてね、付け直したんだけど、これドリームフェイスです。じゃあ、そんなわけでね、ちょっと一回、聞きましょう。これはちょっと飛ばそう。他のゲームだとそんなことないのにね。止まってないよね。お、よしよし。ちょっと待って、じゃあもう一回。お、チャンスで、2話で、止まってないかが怖い。いけ！ダメかー。あー、揃ってる。いけー、どうだ、ダメだ。ダメっぽいけど、一応全員揃ってたから見守ろう。はいはいはい。ダメそうだね。マジかー。もう一回だけ行こう。これ最後にする。ダメでも。今までで一番鳥は多いか。どうだい？いやー、いるんじゃないこれ。はーい。はーい。はーいじゃないよ。ちょっと待って。どっち？ぐちゃっとぐちゃっといけ。やめてー。ザッだ。マジかー。マジかー。止まってないよね。ああ、大丈夫か。よかった。あのね、最近ね、他のアプリ大丈夫なのにね、戦いドリームチームね、なんかガチャを回すと止まるんだよな、録画が。ドリームステップアップだっけ？あれの時に失敗して以来ね、ちょっと怖いんだよね。マジか。いや、でもちょっと SSR なしはね、SSR なしはちょっとな。っていうかね、ああ、また5話だけどどうですか？あーっと、ダメか。いや、ちょっと、マジで何もなしか。マジで何もなしか。ちょっとね、最初に喋ってたのとかね、録画がね、止まったおかげでね、撮れてないんですが、まあね、ドリームステップアップだっけ前の。あと、SSR 確定のガチャとかで、技応酬がね、超団結揃ったんだけど、そもそもね、技応酬、超団結は3個揃ったのに、技応酬の選手がいないっていうね、感じだったので、ちょっと今回シュナイダーとマーガスを狙って引きますっていう風にね、喋ってたりしたんですが、そこね、なんか、取れてないですね。ちょっとね、ダメでした。ちょっと最後にじゃあ SSR チケットだけ引いて終わりますか。うん、これは確定なので。まあなんかせめて出てくれないかな、良さそうなのが。お？お？欧州クラブの聴覚生、これはいいやつだよね。欧州レビンシュート、ほー、あ、チケットは良かった。チケットは良かった。フェス何も出なかったけど。はい、ってことで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。